馬とカモサイの関係のことですよね。で、あのカモサイっていうのはまあご存知だと思いますけれども、あの、まあ、金明亭のもようにですね、あの、まあ、ね、天災を鎮めるために馬を走らせてお祭りをしなさいという、まあ、お付けがあったことによって始まっているわけですから、この馬を走らせるというところがですね、このカモサイの一番の神髄といいますか、コアなんだと思ってご奉仕をさせていただいています。で、あの、まあ、この相馬の木ですね、白砂の上を走ります相馬の木、それからその後にあの山掛の木というのが2つありまして、まあ、ここの山掛の木というのはですね、馬を走らせるっていうその、まあ、中でもですね、また非常に古い形をですね、今に伝えている、あの、まあ、非常に貴重なですね、お祭りです。で、まあ、葵祭りはご存知の1300年以上の歴史がありますけれども、その最古のキャラクターというですね、葵祭りというか、まあ、鴨祭ですね、これを今に伝えているというのが、まあ、あの山の国というふうに言っていることでですね、大切にご奉仕をさせていただいております。鴨神話についてもですね、まあ、鴨の神様がですね、まあ成人されるときにですね、まあ、片付けを抱かれましておじいさんにですね、あなたのお父さんは誰ですかというふうな、まあ、問いをされるわけなんですけれども、その時にですね、あの天塚です、天におられる神様ですよということで、空に上がっていかれております。で、その神様はですね、まあ、私にもう一回会いたいのであれば、あの馬を走らせてお祭りをしなさいというそういうお告げをなさっております。で、そのお告げに基づいてですね、あの馬を走らせるっていう、で馬を走らせたことによって鴨の神様がまた再びですね、この地上に戻ってきていただいてですね、我々をお守りいただけるという、まあ、ところがありますので、まあ、そういう神話ですね、伝説も、踏まえた上でですね、ご奉仕させていただいているというところです。鴨祭の中では相馬ですね、馬を走らせるっていうところが一番の大切な神事ですので、これからもですね、大切に伝えていきたいというふうに考えています。